はい、皆さんこんにちは。スタジオムーンの豊です。今回はですね、富士フイルムさんから発売になりました XF18mmF1.4、 こちらのレンズを購入してみました。発売日は2021年5月の27日になっています。レンズ構成9群15枚、F18mm というのは 35mm 換算で、27mm ぐらいになると思います。最短焦点距離っていうのは 20cm、 このぐらいのぐらいですね、のなんかマクロレンズみたいな使い方もできるそうです。まあ、重さがですね 370g、こちらのですね、私がいつも使っているズームレンズですけども、16-80mm、 こちらのレンズと比べるとですね、こちらが 440g で、こちらが 370g ということで、非常にですね、軽くなっています。ただまあ、その実際に 70g というのがそんなに、感じるかっていうとそうでもないですけども、まあでも軽い方に越したことがないと思います。でこちらをですね、私が持っている XT4 にですねちょっと装着してみますと、よいしょ、こんな感じになっています。フィルターサイズは 62mm になっています。で今私の方は今プロテクターフィルターをつけています。でまあ、テスト撮影これから出かけてみますけども、まあちょっと車で出かけてですね、田園風景とか、まあ、花なんかも撮りに行ってみたいと思います。まあ、どんな映像ができるか、どんな写真が撮れるのかまたご紹介していきますので、最後までよろしくお願いします。まずですね、麦畑の方に来てみました。非常にですね、麦秋と言われていて茶色が綺麗で、まあ、もう間もなく刈り取りの時期になっていますけども、そんなですね、麦を、まあ、摂写してみたり広角で撮ってみたりというのをしてみましたので、ちょっとサンプル見ていきたいと思います。はい、こちらは摂写ですね。20センチまで寄れるということで、かなりですね、麦の穂が綺麗に映る様子が見れると思います。他のレンズですね、 16-80mm の 16mm 側で撮った写真とですね比べていただけると分かると思います。で非常にですね、広角でも全然歪みがない感じがします。私は人物とかですね、映像で撮ることが多いので、まあ結構ですね、歪んでしまうと、まあ人物を真ん中に寄せたとしてもですね、周りが歪んでしまうとちょっと非常に 見た目が悪いので、あんまり広角って使わないんですけども、これであれば広角でもいけるんではないかなというような感じですね。まあ実際にいろいろ撮影してみないと分かりませんが、ちょっと人物なんかもちょっと挑戦してみたいと思っています。でまあボケに関してのですね、まあボケた部分のにじみがね少ないんですよね。非常に綺麗なボケ方をしています。他のレンズですね、その16-80も綺麗なんですけども、なんかちょっと若干にじんでるような感じがするので、やっぱりこの辺りに関しては単焦点のにじみっていうのが非常にいいかなと。で F1.4 なんですけども、非常に明るいんですが、ちょっと外で使うにはシャッタースピード等をですね、かなり速くしても F1.4 だと、ND フィルター入れないとちょっと厳しいかなっていう。 F1.4 だとこれだとやっぱりですね、部屋の中でとかですね、木漏れ日があるような場所で撮影したりとか、そういった人物なんかのちょっとですね、逆光っぽい絵とかですね、そんなのすごい撮ったら綺麗じゃないかななんていう気がしました。こちらはですね、アジサイです。アジサイを撮りに来てみました。こちらはですね、ここは有名な場所で、今年はですね、なんか、まあ、暑い日が続いてて、雨が少ないということもあって、なんか、ちょっと、アジサイが少なめだそうです。で、まあ、中でもですね、なるべく、まあ、綺麗なものを探して、いろいろ撮ってみました。で、まず、まあ、広角レンズを利用した摂写ですね。まあ、ズームレンズのようにですね、後ろをズームして後ろをぼかしてみたいな形の、もちろん撮影できませんけども、カメラを摂写して手前にピントを合わせて後ろをぼかすみたいな、そういうやり方をすると非常にですね、幻想的というか非常に美しい写真が撮れますね。こちらのアジサイのですね、花びらとかですね、非常に鮮明に映し出していますし、色もですね、非常に綺麗に再現しています。で本当に花びらの細かい筋まで綺麗に写っていたりするので、こちらの描写力の高さには本当にびっくりしました。で逆光みたいな形でも撮影してみました。まあ、もちろんこれは絞りによっていろいろ見え方が変わってくると思いますけども、
これちらに関しては全然申し分ないと思います。逆光でも逆に太陽の光がきれいに入っているのが分かると思います。であとはですね、ちょっとまあ今回やってませんけども、例えば星空とかですね、 F1.4 であれば星空なんかも非常に撮影するのには、あの F1.4 っていうですね明るさっていうのは非常に便利だと思います。であとはですね、私はよく自然で撮ったりとかですね、海で撮ったりとかもするので、 XT4 との組み合わせでカメラもレンズも、まあ、ウォーターレジデンスですね、 WR ですね、ウォーターレジデンスの WR、 こちらの表示があるものに関しては防滴防塵になっているので、雨の日の撮影とかですね、まあ、そういった時に非常にですね重宝するんではないかなと。かといってそんな水に濡らしていいっていうねカットではないかもしれませんけども、でも安心ができるっていうのは非常にいいかなと思います。はい、ですね、まあこれ、こちらのレンズはもちろん XF レンズなので、X200、 こういうですね小さなカメラとかにも、もちろんよいしょ、こういう形で使うことがもちろんできますね。ちょっと見た目的にレンズがかなり大きくなってしまいますけども、これはこれでいいんではないかなという感じです。でこれでも撮影してみましたけども、非常にですねとってもねいいんですね。なんかもちろん XT4 で撮ればいろんな細かい設定ができますけども、まあこちらの XT200 で撮ってもですねかなりクオリティの高い写真映像が撮れると思います。ぜひぜひちょっとですね、こういうカメラで撮ってみるのも試してみてください。でこれ、まあズームレンズをつけると、まあこんな感じ、まあ、これですね非常になんかこの見た目がなんかちょっとすごいレンズだけでかいなみたいな感じになってますけども、こっちであれば 18mm の方であれば耐えられるぐらいバランスというかいう気がします。やっぱり16-80mm だとちょっとですねレンズだけやたらちょっとこう前重心が前に行っちゃうんで、ちょっとまあ本当にレンズしっかり持って撮影しないと使いづらいですけども、うん、これはいいですね。これなんかしっくりきます。これいいですよ、おすすめです、この組み合わせ。はい、いかがでしたでしょうか。今回は富士フイルムさんの XF18mm F1.4 こちらのレンズを紹介してきました。撮影してみて思ったんですけども、本当にですねクオリティが高いです。いつも使っているですねこういったズームレンズと比べては、まあ、本当に仕方がないんですけども、まあ、単焦点ならではのとてもクオリティの高さ、また他の単焦点も使ったことあるんですけど、それに比べるとですねかなりの透明度が高いという印象を受けました。非常に優れたレンズだと思います。また本当に冒頭にも申し上げたようにですね、こうすごい接写ができるので、花とかもですね撮るときに非常にこうマクロレンズ的な使い方ができるので、これ1本でかなりいろんな用途ができるんではないかなというような印象です。で私は基本映像の人間なので、これで映像を撮ったときに、その手ブレとかですね、フォーカスの速さとか、そういったこともですねいろいろとテストしていきたいと思います。明日からまたロケなので、そこで人物なんかも撮ったりするんですけども、そこでこのレンズがどんなことができるのか、どんな風に撮れるのかっていうのもいろいろテストしてみて、またですねご報告できるようであれば、こちらの方のチャンネルでご紹介したいと思います。今回は富士フィルムさんの XF18mm F1.4 こちらのレンズを紹介してきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回こちらのチャンネルでお会いしたいと思います。それではバイバイ。